クーム六6507、MOS6507 は、MOS テクノロジーによる8ビットマイクロプロセッサである。6507は、人気のあった、MOS6502 の機能削減版である。6 5 0 2十6本のアドレス信号が、存在したことに対して、コスト削減のため6507には13本しか、アドレス信号がない。これにより、 6507は8キロバイトのメモリしか参照することができなかったが、この時代では大きいサイズと認識された。この信号線の削減により、6502が40ピンパッケージを必要としたのに対して、6507はより小型の28ピンパッケージを使用することができた。あたり2600、6507はアドレスバスが削減されただけではなく、 外部割り込みも使用できないが、それ以外の部分は6502と同一である。6507が広く使われたのは2つの製品だけである。1つはゲーム機のベストセラーであるあたり2600、もう1つはあたり8ビットコンピュータのフロッピーディスクコントローラで、あるあたり810とあたり1050である。あたり2600ではシステム構成は、 カートリッジスロットの設計よって、さらに制限されたものとなった。4KB の外部メモリだけがアドレス可能であり、残りの 4KB は内部のラムと合い、O に割り当てられた。MOS650X アーキテクチャに基づいた、他のシステム、特に、ホビーパソコンでは、記憶領域を拡大するために機能削減版の6507ではなく、 フル機能の6502や6502の拡張版が使用された。1980年頃に6502シリーズが広く使用されるようになると半導体メモリの価格が下落し、6507の簡略化は価値がないものとなった。6507を使用したあたり2600は1980年代の終わりまで販売されたが、新しい製品での使用は終了した。 ありがとうございます。